ロールケーブ、デビルケーブ、マイスマイグリテリウム、プラスター1番の1組目のスタートです。先ほどアーティファントレーシングチームがチームランキングトップ、紹介させていただきました。翔平選手を先頭に、35周回で行われます。プラスター1番の1組目は35周回、長距離 29.75km。
そして2位集団です。お客さん、角
今ここで中間が4人に上がります。